こんにちは。空を見ると、雨が降ってきました。雨が降ってきた時、もし手に傘を持っていたら、皆さんならどうしますか？私なら、開きます。開きます。開きます。閉じます。開きます。おそらくこの動画を見ているすべての人が傘を使ったことがあると思いますが、その仕組みは知っていますか？今日は傘の仕組みを見ていきましょう。見やすいのでここで説明します。骨が10本あるんですけど、全部同じ動きなのでこれだけにしましょう。まず、傘が開く、リンク機構はとても簡単です。一旦いらない部分を削除します。超シンプルですね。これで、下から持ち上げると、開きます。下の骨が上の骨を押し上げる感じですね。なので、例えばここを持ち手にすれば、手動で開け閉めできる傘の完成です。これを手元のボタンを押したら自動で開くようにするにはどうすればよいか。すごく頭の良い方法で実現しています。手元の部分にパーツを取り付けます。まずはこのパーツの部分だけを考えてみます。赤いバネは本当はもっと伸びたいですが、無理やり縮められている状態です。このバネが伸びると手のように骨が開きますね。つまり自動で開く動力源はこのバネということになります。おっとすいません。さて、このバネが伸びることで骨が開く。逆に言えば、骨が開かないとバネは伸びることができませんね。そしてリンクの構造的に骨が開くためには手元の部分は上にスライドしないと無理ですよね。なので、手元の部分をロックすることで、傘が閉じたままの状態で維持できます。ボタンを押して、手元のロックを解除すると、バネは伸びようとして、自動的に上にスライドしていきます。手元の部分を直接引っ張り上げたりするのではなく、稼働する部分に仕掛けを入れ込んでいます。そして手元の部分を下に無理やり下げると、リンク機構的にバネは縮まざるを得なくなり、元の状態に戻ります。マジで頭良いですよね。私だったら絶対に思いつきません。上の方は、これ以上傘が開かないように、ちょうど良い場所で止まるようにできています。ということで、傘の仕組みはちゃんと考えられていて、感動しました。では問題です。この動画では、傘を何回開いて、何回閉じたでしょう。よし、本当にバネがついてるのか見てみましょう。開くときに、ここですね。伸びてます、バネが。おお、すごいすごい。で、閉じるとバネを無理やり縮めて、で、手元の場所でロック、あれあれあ、ロックね。